本日は模擬面接特訓を受講させていただきまして本当にありがとうございました。今回この模擬面接特訓において、一番最初私はちょっとこう緊張していたんですけれども、上山先生との会話、およびブレイクダウンを通じて、すんなりと模擬面接特訓を、受講させていただくことができました。で今回、この模擬面接特訓を通じて自分の弱点、試験日までにですね直さないといけないこう方針ですとかそういったものが分かったと、私の中で考えております。で一つはですね、プレゼンテーションの構成について、私が直さないといけないのかなというふうに思っています。で具体的に申し上げますと、京都というお題が出た時に、私最初のイントロダクションの部分で、京都の概要というところをすっぽ抜かしたといいますか、そこの部分を飛ばして、天の橋立て、つまり京都に関連するワードとして天の橋立てを説明しました。でただフィードバックをいただいた時に、実際にその、プレゼンテーションを聞いている側の視点として、それを期待している回答というものがやっぱり京都というのは400年以上の、渡って、エンシェントキャピタルというところですね。でそこから多くの寺神社、その一例として龍安寺や金閣寺があるというフローを、そういった適切な、プレゼンテーションのフローがあるところで、まあ、私がちょっと天の橋立てをつけてしまい、少しこうプレゼンテーションがまとまりのないものになってしまったというのが挙げられました。今回のその模擬面接特訓を通じて、お題にですね関連しているからといってこう何でもかんでもこう話していいわけではなく、面接官の方が期待している回答というものがあるというところをしっかりこの1ヶ月間、原稿だったり練習を通じて身につけていきたいなというふうに思っています。でもう一つの方はですね、文法語彙の部分が、非常にこうちぐはぐといいますか、誤りの多いものだったなというふうに、フィードバックを受けて改めて再認識をしました。で具体的にはですね、世界遺産にこう登録されているといった時に、まあ、普通であれば、まあ、その場所の名前と B 動詞と、まあ、レジスタードとかデシグネイテッドっていうところだと思うんですが、そこの B 動詞というのをちょっと緊張しすぎて、抜けてしまったことが多くありました。でやっぱり、面接官の方に正しい英語を伝えようとするあまり、自分の英語というものがこう正しく話せない、まあ、文法の間違いというところが、今回の模擬面接特訓を通じて非常に私が感じたところでしたので、上山先生のおっしゃっていたように面接官の方と談笑するような気持ちで、正確さおよび、やっぱりミスのない文法ですとか語彙って正しいものを使って第二次口述試験の方を突破していきたいなというふうに思っております。で、まあ、今回残り1ヶ月ちょっとあるので、今回いただいたフィードバックをもとにして、少しでも面接官の方、がですね、減点しないように、全身全霊でちょっとやっていこうかなと準備していこうかなと思いますので、これからも頑張ってまいります。本日はどうもありがとうございました。